映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。依頼された荷物を運ぶ密輸船。俺たちの荷物は超怪しいけど詳しいことは聞くなよ。ザ・グリード。1998年のアメリカのモンスターパニック映画。監督はスティーブン・ソマーズさん。90年代後半にクリーチャーを完全に CG で表現したモンスターパニック映画。2000年代に突入しようとしている時代なので CG 技術も現代と遜色なく、ヌメヌメ動くグリードの触手はとてもよくできた造形。リアルな特殊メイクではできないような動きを表現。とにかく襲ってくるグリードのスピード感が素晴らしくハイテンション。当時 VHS パッケージの裏に書いてあったキャッチコピーが90分で3000人だったが、3000人食べる映像があるわけではなく、すでに食べましたということでした。若かった私は単純にすげえと思ってレンタルしました。たくさんの乗客を乗せた海を漂う巨大な豪華客船。その豪華客船に略奪しに来た奴らは誰もいない船内に驚く。乗客は全員古の昔から海底に生きているグリードに襲われたのだ。ちなみにグリードは日本名で本名はオクタルスというらしい。名前からわかる通り本体はバカでかいタコのような生き物で、襲ってくるのはあくまでも触手なのだが一本一本口がついてるみたい。触手くんたちはニュルニュルしていてなんだか気持ちいい。グリードの消化液で溶かされた人の CG なんかも結構見物ですよ。登場人物たちもしっかりキャラクター分けされていてとても見やすく、最後の最後まで楽しく見られるとても良いモンスターパニック映画。それではグリードは日本語で貪欲、強欲などの意味らしい。ネタバレ。3000人のセレブが乗り込んでいる豪華客船。この船を作るのが私の夢でした。どんどこどんどこどんどこ。紛れて乗船していた女泥棒を捕まえて閉じ込めたぞ。一方密輸船には大量の魚雷を積まされていることが判明したぞ。この魚雷はきっと後半役に立つ伏線だろう。豪華客船では何者かが船のシステムを破壊。大会のど真ん中で船が完全に機能停止してしまったぞ。その時海底から何かが船めがけて襲ってきた。まるで申し合わせたかのように襲ってきたぜ。密輸船は多分豪華客船から漏れたボートと衝突して沈没寸前に。やばいことになったけど近くに豪華客船が通ってたからこれで助かるぞ。でも実はこの柄の悪い雇い主たちはこの豪華客船を狙っていたのだ。そうだと思いましたよ。武装して乗船してみたんだけど、なぜか3000人の乗客は忽然と消えてる。監禁されていた女泥棒は生き残っていたみたいだ。さらに生き残っていた船主の話ではやべえ怪物が出て3000人やられたみたい。ちゃんと3000人の丸飲みするところも見たかったな。その怪物とは海底からニュルニュル襲ってくるグリード。フル CG のスピード感のある戦いが見れるぜ。エレベーターに乗ってたってグリードは襲ってくるぜ。90年代で頑張ったフル CG の気持ち悪い見た目だぜ。鉄の扉だって怪力のグリードは吹っ飛ばしちゃうぜ。閉じこもったってしなやかな体で隙間から入ってきちゃうぜ。なんだかテンション高くて楽しいぜ。主人公たちは死なないが、どんどん犠牲になっていく依頼主の部下たち。近くに島があるぞ。どうにかしてあの島まで逃げるんだ。やっぱりあのオンボロ密輸船と魚雷を使ってグリードをどうにかするつもりだ。実は悪巧みしている船主。主人公たちの前についに姿を現してくる巨大なグリードの本体。そして物語は最後までハラハラドキドキの展開に。星 4.5 つ。終わり。